の順番で横に並んでください。5位、5位、6位の順番で。まだびっくりしてて、なんか、認めきれてない感じです。ショートで全日本に行けるギリギリの8位だったので、やっぱり緊張して絶対ミスしちゃいけないと思って力が入っちゃいました。今まで降りたことないジャンプで、それをこの試合に入れるっていうのは結構不安ではあったんですけど、でも練習でだいぶ良くなってきてて、ていてとりあえず挑戦してみようってことで、挑戦のジャンプだったんですけど、それはちゃんと降りれたので、そこは自分の中で自信になったかなって思います。去年は悔しい思いがとにかく積もっていたので、それを全部晴らして、今年は全日本に出ることと、もう全ての試合で自分の最高の演技をできるように頑張りたいなって思います。全日本ジュニア選手権、それから全日本選手権の最後の切符を得る大会になります。去年までだったらプレッシャーを感じちゃうことがあったと思うんですけど、今回はそれはもう全く感じないで楽しめたので、すごいちょっとそこは成長したかなって思いました。東日本突破しました。とりあえず、狙わないで、去年ほど狙わないでやって2位だったので良かったかなって思います。1年前の涙が表彰台につながってたって思うとどうですか？それを考えるだけでもなんかまた泣いちゃうぐらい、なんか本当に悔しい思いしたので、
今回はまだ半分しか晴らせてないような感じなので、全日本に行ってそこでノーミスして全日本シニアに行くのが一番、その悔しさをやっと全部晴らせることになると思うので、それができるように頑張りたいです。